今日報道陣が案内されたのは、これまで一般公開されたことがない天守閣北東のエリアです。石垣を復旧するための発掘調査の現場にあったのが、今日は熊本城で幻の門と言われている場所が公開されました。それがこの石門です。江戸時代前期に作られた石門、1960年代の地震で破損し、当時と同じ石材を使って修復されました。間口の大きさは幅 1.8 メートル、高さ 1.6 メートルです。石門の中というのは2メーター近く上天井があるという、まあ、人が歩いて通れるような状況であるということが分かりました。石門はこれまで安全面を考慮して一般公開されていませんでしたが、ファンの間では有名な場所だといいます。その理由は、人によっては清正の抜け穴じゃないかというまで言われてたところになります。城が攻められた時、藩主が逃げるための通路だったという説も。さらに発掘調査の結果、通路の脇に江戸時代初めの排水溝を確認。石門が通路と排水溝を兼ねていたことが分かりました。2つの石垣を貫く形で作られた石門。阿弥陀所長は城造りに対する妥協を許さない姿勢がうかがえると話します。防御すること目的だけではなくて、それを長い期間維持をしていくため の工夫というのもしっかりしてあるということだと思います。今の石門の姿は間もなく見納めを迎えます。記録を取った後は発掘した門の下半分を埋め戻し、石垣の積み直しが始まるということで、再び幻に。熊本城の理解を深めていただくためにも、ぜひ知っていただきたい場所だと思います。